ができたのか、ナルトちゃんよ。おっ、それじゃ、行くとするか。ここが妙木山じゃ。おお。さて、まずはわしの家を案内して。何言ってんだよ、じいちゃん仙人ってば。時間はいくらあっても足りねえんだ。さっさと修行を始めようぜ。はいはい、ナルトちゃんよ。そうせえても。俺は遊ぶためにここに来たんじゃねえ。強くなるために来たんだってばよ。こりゃっち。そうじゃな。よかろう。ならば早速修行開始じゃ。そうこなくっちゃな。まずはこの環境に慣れるところから始める。え、慣れる？この妙木山は特殊な環境下にあってな、慣れていなければ単純な行動をとるだけで体力をひどく消耗するようになった。ふん、そんな感じはしないけど。ま、動けばすぐにわかる。え、これってわしの術で作り出した偽物たちじゃ。じゃがその強さは折紙付きよ。奴らとの手合わせを通して少しでも早くこの環境に慣れてみせ、それが第一の修行じゃ。よし、やるぞ。戦闘開始。倒したことは倒したけど、体がすげえ重たいってばよ。これが妙木山の特殊環境じゃ。よく分かったじゃろ。はあ、はあ。しかし初めてであそこまで動くとは。ナルトちゃんは本当に面白い逸材じゃ。次は休憩じゃ。さすがのナルトちゃんも動けまい。また今はゆっくり休め。ペイン。準備できたのか？ええ、あなたの方は？すでに準備は済ませてある。問題ない。
そう。しかし、さすがは我が師だ。あの一撃で我らが一体を使い物にならなくするとはな。だがそれも一時的にこちらの足止めをさせたに過ぎない。ああ。さて、行くぞ。邪魔する忍びはすべて潰せ。わかっている。よし。これより木の葉に向かう。よく寝た。さあ、今日も修行頑張るってばよ。修行の前に一つ確認しておこうか。ナルトちゃんよ、ここに来て数日は経過したが、どうじゃ体の調子は。それがさ、初めん時より疲れを感じなくなってきたんだよな。今だって体がすげえ軽いし。そうか。どうやら修行はうまくいっておるようじゃな。ナルトちゃんの体がこの環境に適応してきておる。それすなわち自然エネルギーがその身につき始めていることを指しておるのじゃ。自然エネルギー？忍術は己の内にある精神エネルギーと身体エネルギーを使っておることは知っておるな。うん。それに比べ外から得るエネルギーを自然エネルギーと呼んでる。自在に扱うことができれば忍術よりもはるかに強力な戦術を使うことができる。そして戦術を扱えて初めて仙人と呼ばれるのじゃ。仙人か。ますますやる気が出てきた。自然エネルギーは体を活性化させる効果もある。じゃから。すっげえ。自然エネルギーってすっげえ。じゃがまだ慣れてきただけ。これからも修行を続けて。自然エネルギーの扱いを完全に習得するんだよな。分かってるってばよ。それでは今日の修行に移る。準備ができたら奥の修行場に来い。よし、やってやる。修行を始めようぜ。今日の相手は手ごわいぞ。ね、エロ仙人。そうじゃ、今度の相手はお前の師、ジュライアちゃんじゃ。お前が未だに悲しみを抱いているのはもちろん知っておる。じゃが、もはやそうも言ってられまい。お前には役目があるのじゃから。ああ、もちろん分かってる。己が力を見せてみよう。そして見事ジライアちゃんを超えてみせ。ちょうどいいってばよ。いつかはエロ仙人も超えなきゃならねえって思ってたとこだ。目の前のやつは偽物かもしんねえけど、
俺の力を思いっきりぶつけてやる。良い目じゃ。わしの心配は急だったようじゃな。行くぜ、エロ仙人。やりおったか。やっぱ偽物だったな。ん？俺の中のエロ仙人はまだまだ遥か上にいる。あれくらいなはずがねえ。まだ俺はエロ仙人には遠く及ばねえ。だからもっともっと強くなってみせる。そうじゃねえとエロ仙人に追いつけねえから。口で言うのは簡単じゃが、これより先はさらに厳しい修行になるぞ。それこそ諦める方が楽だと思えるくらいのな。俺は強くなってエロ仙人の仇を取るって決めたんだ。まっさ、自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。諦めないと根性。まさにジライアちゃんの弟子やな。よう言うた。それでは次の修行に入る。これで合同任務は終了ですね。ああ、わざわざ木の葉からすまなかった。いえ、それでは私はこれで。うん。任務終了だな。さっ。何か嫌な予感がする。
この葉隠れ。偽りの平和の上にあぐらをかき、虚実の栄華を極める愚かなる里。ここより世界に痛みを。この予感、外れていればいいが。何にしても急いで戻った方がいいな。これは木の葉の方角から。なんだ、一体何が起こっている。大丈夫ですか。九尾の人中力の居場所を吐け。出なければ消えてもらう。黒の衣に赤い雲模様。そうか、こいつが暁。さあ、言え。木の葉の忍びを見くびるな。お前のような奴に仲間は売らない。そう、ならばお前はここまで。ここまでなのは、ま、お前の方だよ。かかしさん、なんとか間に合いましたね。コピー忍者の畑かかしか。あえて光栄だ。まさかここまで派手に攻め込んでくるとはね。そこの負傷者を連れて引いてください。ま、ここは俺に任せて。わかりました。お願いします、カカシさん。さて、キュービはどこだ。愚問だな。答える気なしか。ならばお前に用はない。リンネナ、こいつがジライア様を通したペインか。痛みを知れ。戦闘開始。こいつでどうだ。さばきを。反撃をシャリンガン。
ここまではうまくいったが。思った以上にやるな。だが我らを倒すまでには至らなかったな。どういうことだ。こいつもあの被弾とかいう奴らと同じなのか。お前のような奴を残しておくと後々厄介だ。ここで消しておく。長次、それにいいのか。火星に来ました。助かったと言いたいとこだが、今回は相手が悪すぎる。気をつけろ。油断するとすぐにやられるぞ。いくら雑魚が増えたところで同じだ。神に挑むこと自体が無謀。身をもって教えてやる。来るぞ。戦闘開始。大金。こいつでどうだ。真の天性。こいつでどうだ。真の天性。そろそろ決着をつけるか。こいつでどうだ。捕まえ。さばきを。後ろだよ。いけるよ。反撃を車輪ガン。やるなら反撃を車輪ガン。ここまでやればさすがに立てないだろう。さすがは木の葉隠れ、粒が揃っている。どういうこと。なんで立ち上がれるの。お前たちが俺に勝つことなど不可能。チャクラを使いすぎた。もう体が。だが、まずはお前たちを消す。終わりだ。お前の相手は俺だ。カカシ先生。お前たち二人はここから離れろ。ここは俺が守る。でも俺がこいつを止めている間にできる限り民間人を逃がすんだ。カカシ先生。
なーに、時間稼ぎをしたらすぐに俺も駆けつける。行け。イノ。カカシ先生、待ってますからね。ああ、自らがおとりとなって逃がしたか。シャクラを使い果たした身で大したものだ。だが俺は甘くない。裁きを与える。悪いな、ナルト。サクラ。あと